どうも、りょうまでーす。今回ですね、ポケモンカードの開封をやっていこうと思うんですけど、見てください、これ。多分ね、自分の動画でね、最初で最後になると思うんですけど、これね、海外のポケモンカードなんですよ。なんかね、職場の人がね、海外に行ってたらしくって、これどこの国行ってたんだっけな。ちょっと忘れちゃったんですけど、あのね、開封をね、やっていこうと思うんですけど、これはさ、あれだよね。日本でもある、V スターユニバースで、多分ね、これ表紙も多分全部一緒だよね。なんかさ、日本でもあんま変えてないからさ、表紙がどんなんだか忘れちゃったよ。でもね、一緒な気がする、多分これは。でね、こっちがね、日本でね、見たことがないんですよね、このセット。V スターデッキ、なんて書いてあるんだか全然わかんないね、ここ。多分ね、でもここはあれかな？ソード&シールドかな。ね。多分これが、これランダムなのかな、それとも、決まってる内容なのかもね、わかんないんですけどね。早速、開けていこうかな。あ、一応あれなんだ。ダメ缶とかも入ってるっぽいですね。ちなみに横は、こんな感じで。これ何用なんだろう。あ、なんかあれだね。QR コードがついてるから、これ読み込むとあれかな？なんかその、サイトに行けるのかな？ちょっと早速じゃあ、開けてってみましょうか。はい、今ですね、開けれました。中身がこんな感じですね。ダメ缶は、あ、でもこれ、あれだね、ダメ缶は日本とほぼ一緒っていうか、でも日本のダメ缶って、50ってこんなに赤かったっけ？まあ、こんな感じですね、ダメ缶は。で、これがあれか、説明書っていうか、これあれかな？デッキの内容みたいなやつっぽいけど、全然字がわかんない。これ待って、これ声入ってんの？しかもこれモルペコじゃん。これ入ってたらめっちゃ嬉しいんだけど。でもさ、待って。明らかにコインなんか入ってなくない？これなんかあれかな？別のやつなのかな？だってこれしかないもんね。まあ、カードはね、こんな感じで、お、裏も違うね。日本とは、裏が違うから、これやっぱあれだよね。日本のカードとは多分、一緒には使えないっていうことですよね。てかあっちだとあれかな？普通に買えるのかな？なんかさ、日本だとほら、全然さ、ポケカって買えないじゃないですか。ちょっとじゃあ早速、なんか見ていってみようか。ん？一番最初は、ポニータですね。もうなんか全然、技とかも全然わかんないんだけど、これ結構あれかな、同じ内容？やっぱそうだよね、デッキっぽいもんね。うん、ギャロップ、コータスも入ってるね。なんかあれかな、あ、火のデッキかなと思ったけど、ノーマルも出てきたね。ややこま、ややこま、ややこま。お、火のやこま。ノーマルとあれかな、火なのかな、ファイアロー。なんか説明が、すごい長いこれ。ファイアロー2枚。うん、スーパーボールも。入ってんだね。スーパーボール。ホイッパーボール。これマグマの滝壺だっけ？あれこれ日本と A 一緒？なんかちょっと違うような気もするけど。すごい火のエネルギーだね。ちゃんとあれだね。火のマークも入ってるね。あ、でもエネルギーは火だけっぽいね。おっと、なんか V っぽいのがあるけど。なんだ？すごくない？やったー。リザードン、これさ、表紙にリザードンっていたっけ？あ、いない、これ、決まってるわけじゃないんだ、これ。多分ランダムで、何が出るかわかんないよ的な、あれなのかな。ってことこれ裏あれかな？リザードン V スターかな？次、海外版の、リザードン V スターだ。草も入ってる。翡翠ビリリ玉、ビリリ玉。お、マルマイン。あー、なんだっけ、チュリね。ちょっとお名前が、ちょっと怪しいけど。この子もちょっとお名前怪しいな。あ、バドレックスだ。なんかちょっと懐かしいな。ソードシールドね。ゲームでやってる時はめっちゃね、使ってたけどね。今、スカーレット・バイオレットじゃね、まだ出てこないからね。てか、いつか出てくんのかな。おー、ジジイロに草エネルギーが。ヒークスはノーマルなんだ。うん、ポケモン入れ替え、ポケモンキャッチャー。サナだよね、確か。サナ。ジューン。おお博士の研究。七日まで博士だね。うん、お、ボスの指令も入ってるんだ。お、白なの覇気だっけ、これ。これなんだっけ、お名前忘れちゃった。なんとかの、決意とかそういう感じじゃなかったっけ。おお、レベルボール入ってる。これ結構使うよね。うん、
火花さんも入ってるんだ。ということで、このスターターっぽいのは、まあ、こんな感じですね。はい、じゃあ次これいきますか。V スターユニバースね。ほら、こんな感じで6パックですね。なんかね、自分で5パックだけお願いしたんですけど、なんか1パックね、おまけで買ってきてきてくれたみたいなんで、じゃあ、早速開けていきますか。これ入ってる枚数は一緒だよね。10枚ですね。あ、開け心地とかも別に、それは、まあ、そこはそんな大して変わんないか。なにこれ、なんか入ってる。これもあれかな、ユンゴムとなんかサイトに飛べる感じっぽいね。しかも、スイ君ね。最近あれだよね。海る水面でね、過去の姿っぽいのも出たもんね。じゃあ早速行きますか。ん?夜回る。これ日本と同じで、7枚目ぐらいになるかな。キラ来んのかな?夜回る。え?これさっきあれじゃん。デッキで出たやつじゃん、これ。3枚目。お、ポチエナ。うん、ダメージポンプ。5枚目。崩れたスタジアムだっけ、これ。6枚目。お、グラエナ。これ確か結構強いやつだよね。さあ行きますよ。あれ?多分日本と一緒。これ?あれじゃね?え ?VMAX じゃない?これ結構いいの出たんじゃない?なんだ?行きますよ。せーの!もう!あれだ!なんだっけ?やばい、お名前と忘れちゃった。いきなり、VMAX 来ましたね。すげえ。日本と同じであれだね。7枚目に出る感じなんだね。次は?ボスの指令のキラバージョン。9枚目。お、サマーヨールじゃない。夜。あ、待って、やばい、なんかポケモンの名前すげえド忘れしてる、自分。てか、全く読めないしね、しかもね。じゃあ最後。あ、これまたあれだ、マグマ、マグマの滝壺だね。あれ、V スターユニオンってあれか、エネルギーは入ってないのか。2パック目。これはあれだね。全部、同じのが入ってるっぽいですね。お、ブーバー。2枚目、メリープ。3枚目、お、ロプロス。4枚目。お、ミカルゲー。5枚目。なんか、これあれだ、日本でもさ、確か出たよね。V スターユニバースの、このなんか、可愛らしい感じのハイパーボール。6枚目。あ、いただきの雪道。あれ次、あれだよね。来るとしたら次だよね。あ、あ、違う、あ、自分、あ、アートだ。これあれなんだね。アートとかもやっぱり、絵とかは全部日本と一緒っぽいですね。これ来るとしたら次、これあれだね。V スターだね。いきますよ。せーの。待って、SAR 来たんだけど。自分、V スターユニバースで、スペシャル、スペシャルアートだっけこれ。出すの初めてなんだけど、海外で先に出しちゃったよ。しかもゼラオラだ。めちゃくちゃいいじゃん、これ。なんかすげえいいやつを最初海外のパックで出しちゃったよ。次8枚目か。アブソル9枚目。自分の大好きなおちちタンク来た。しかも海外バージョンだ。最近でもあれだよね。EX がさ、出始めちゃったからちょっと弱くなっちゃったんだよね、この子ね。3パック目。これもさすがに、ゼラオラ以上にいいやつもう出ないんじゃないの?チルト2枚目。コイル3枚目。ルナトーン4枚目。あー、なんだっけこれ、レスキューキャリーみたいな。そんな感じだったよね。5枚目。お、元キボノさんが出たね。6枚目。これなんだっけ、フュージョン。エネルギーだったっけ?自分フュージョンデッキ持ってないからあんまりこれ使えないんだよな。7枚目いきますよ。あ、今度あれだね。普通に V っぽいね。いきますよ。せー、ノーマルか?ノーマルか鋼っぽいね。いきます。せーの。お、これ自分ね、最近メインのデッキで入れてるんですよ、実はこれ。怪しいし。これ結構強くないですか?ね、これだとね、ちょっと効果わかんないけど、自分の番にベンチからバトル場に出ると、バトル版についてるポケモンのエネルギーを好きなだけつけていいんですよ。だから10枚つけたらね、威力400なんだよね。大体のね、ポケモンがね、もう、ワンパンで倒せるね、火力出ますからね。8枚目。おー、カイくんだ。9枚目。お、ジバコイル。ラスト。おー、ははバケッチャ。4パック目。おー、ははは、なんか可愛いな、このヌメラ。2枚目。お、さっきも出たね。夜回る。3枚目。おー、ナエトル。御三家が来たね。5枚目。これは普通に使えるやつが。最近自分でアクデッキもね、使っててね、これね、4積みしてますよ。ダークパッチ。5枚目。カミツレだよね。カミツレ。6枚目。お、あ、なんだっけこれ。なんとかの神殿みたいな感じだったよね。いきますよ。7枚目。あ、V かな。いきますよ。何タイプだ?
あ、水っぽいね。これ水って何出たっけ？いきますよ。せーの。お、これ結構あれだよね。効果強いやつじゃん。バトル場にいると、確かあれだよね。1枚引けるやつだよね。スイ君はマジで嬉しい。じゃあいきます。8枚目。おー、翡翠ガーディじゃなくて、ウィンギー。8、9枚目か。9枚目。あ、出た出た出た。これちょっとお名前忘れちゃった。なんとかの石板みたいな感じだよね。さあ、最後。おー、来た来た、見て。SR のアクエネルギー。やったー。まさかの SR のエネルギーも引けましたね。5パック目。お、どう、やばい、なんかポケモンの名前すごい、なんか今ど忘れしちゃってる。なんだっけ、これ、銅太くんになるやつね。2枚目。わあ、ならら、今度本当に来たね。ガーディー。3枚目。これ結構あれだね。強いやつだよね。トラッシュからね、ベンチに電気エネルギーつけられるやつね。4枚目。おお、トレッキングシューズ。これ結構デッキ入れてる人多いよね、これね。5枚目。ナタネの活気だっけ、これ。6枚目。おお、ハヤシガメ。これなんか結構強かった気がするけど。あれ、気のせいだっけ。7枚目。お、え、アートっぽくない？なんだろう。水だ。水のアート。いきますよ。せーの。めちゃくちゃかわいい。見てこれ。これなんかジャンボカードかなんかで、ね、あったよね、この絵柄のやつ。見て、後ろにもいる。なんかお目目こっちキラキラしてるね、このラプラス。このアートめちゃくちゃ嬉しいな。じゃあいきます。これ次じゃあれか ?V。お、V だね。いきますよ。せーの。お、ザマゼンタが来ましたね。かっこいい。なんかちょっとお久しぶりに見たらザマゼンタ。9枚目。あら、あ、自分の大好きなメタモンだ。嬉しい。外国バージョンのメタモン。じゃあ最後、いきますよ。10枚目。あこれあれだ。翡翠のあれだね。これ結構効果強かったよね、確かね。はい、ということでね、おまけに買ってきてくれた最後の1パックですね。ゴースト。2枚目。お、パラス。3枚目。あららら、かわいい。見てこれ。チョロ猫だっけ。ピッピ人形が置いてある。4枚目。お、これ結構強いやつだよね。ベンチのポケモンがね、ダメージ受けないやつだよね。5枚目。お、またたけつぼ出た。6枚目。いいね、いいね、レベルボール。じゃあ行きます、最後の。なんか、あ、これあれじゃない ?VMAX じゃない？なんか、すごいやつ。何タイプ？何タイプ？何タイプだ？あ、あ、トウ、トウ。なんだろう、これ。お名前がちょっと、見えてるけど、外国語だから全然わかんない。行きますよ、7枚目。はぁ、怪力だ、すげえ。いや、この怪力すごいよ。なんかもう、目目がもうなんか、まっきっきですごいイカチー感じの。2枚目のあれだね。VMAX だね。あ、てかあれだね。なんかバランスいいね。V2 枚の。VMAX2 枚の。あ、V スターはそっか。スペシャルアートで出てるから、一応一通り出ましたね。じゃあ8枚目。これなんか、ウラクの奈良門みたいな。そんな感じの効果のギンガーだよね。確かね。9枚目。おー、伝説のファイヤー。ということで最後は、お、これあれだ。なんだっけ、なんとかの仲間たちみたいな感じのやつだったよね。すげえ。でも嬉しいな、VMAX。はい、ということでね、自分のね、動画でやる最初で最後のね、海外版のね、ポケモンカードの開封なんですけど、最後にね、いいやつをね、見ていきましょうか。怪しいし。で、ここが V 枠だね。ザマゼンタいいね。かっこいいな、やっぱり。で、こっからからね、VMAX の怪力 VMAX と、あ、お名前が忘れちゃった。なんだっけこの子、やべ、すげえと忘れしちゃった。いつすげえよく見るのに。で、これからね、スペシャル、レアの、アクエネルギーで、最後、これめっちゃ嬉しいわ。スペシャルアートのゼラオラ。ゼラオラね、結構かっこいいからね、好きなんだよね。ということで、多分ね、最初で最後のね、海外語のポケモンね、カードの開封なんですけど、じゃあ、ここで終わろうと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。